どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズとジャンハニーさんでございます。こんにちは。はい、2人が揃ったということは、はい、いつもおなじみの夫婦でセッションをやってみようと思います。はい、夫婦でセッションというのはいつも僕たちねリビングルームで一人が弾き始めたら混ざってきてとかハモったりとかして、それをね YouTube でもやろうよということでもうね何年も前から始めてるんですけど、もうかなりのストックがあります。今までやってたのをね概要欄に再生リスト貼っておくんでぜひ見てもらいたいんですけど、やっぱりね一人でやるのとは違って一人でやるのもいいんだけど、2人とか3人でこうねアンサンブルっていうのがあってですね、ハモったり違う弾き方りして弾き語りしてしてこうね幅が広がるみたいな、そういうの参考にもね、なっていただけるかなというふうに思いますので、ぜひねやってみてくださいと。で今日はですね、今日取り上げると今日はまさにね今心を込めて、もう日本国民の皆さんにお届けしたいもう本当ねいい曲ですね。はい、はい、今日取り上げる曲は加山雄三さんの君といつまでもなんですが、加山雄三さん皆さんご存知の通りね2022年で歌手人前で歌うことを引退というか、まあ一応引退されるということなんですけど、歌っていうのはいいね、ずっとこう歌い継がれてね、行くわけですから、まあ本当にですねいい曲で、はい、今日はこの君といつまでも2人で夫婦でセッションやってみようと思います。はい、これから演奏するんですけど、その終わった後にちょっといろいろね、ちょっと混んだお話もありますんで、ぜひ最後まで見てねということなんですけど、ひとまず演奏していきましょうか。はい、はい、じゃあ夫婦でセッション君といつまでもやってみる。ワン、ツー、スリー。こういう夫婦でねまさか小添さんがセリフを言うハニーが、ね、僕が言うと思ったね。そうみんなきっとねそう思ってたよね。 その逆張りで、はいはい、いやでもいいですよね、なんかこういう今のさ
のセリフのところで、別にこれね、あの君といつまでもだから、もう友達関係でもいいし、確かに本当そうよ、お友達ね、うん、あの親子関係でもいいし、うん、なんか大切な人にね、いやいつも本当にありがとうとか言うの、照れく普段照れくさくて言えないけど、まあ僕たちは言ってますけどね、うん、あのそういうのをね利用して加山雄三さんパワーで、ね、うん、お伝えするのいいんじゃないですか。歌詞もさ、まあラブソングですけどね、うん、なんかこうやっぱりこうずっとだってタイトル君といつまでも。そうだよね、誰でもいいんだよね。そうそうそう、だからまあまあガセレレ仲間さんがこれ見てくださってる方とかね、うん、やっぱ音楽楽しんでる方ね、いつまでもこういうね、あのね、うん、だから加山雄三さんご引退なされるけれども、いつまでもね、僕たちと一緒にいてくれるわけです、うんうん、素晴らしい、歌い継がれてない、いい曲ね、そして感動しちゃうね、感動しちゃう、うん、ぜひこれ皆さんやってみてください。もちろんガゼレレ YouTube でレッスン動画公開してます。概要欄に、ガゼレレのびっちりレッスン、うん、動画あの貼っときますんで、ぜひやってみてください、はいはい、で、あのいろいろちょっとね、うん、あのいい機会なんでお知らせをさせていただこうと思うんですけど、はい、僕がね前サシジャンからやってるガズラジっていうのをやってるんですけど、うん、ラジオ放送スタンド FM っていうところで、まあ、配信してるんですけど、この度、ガズラジYouTube チャンネルっていうのを、まあ、YouTube でも動画で配信してます、うん、同じですからね、中身はね、あの両方あのラジオで聞いてる方もね、映像で見るとまた新鮮かもしれない、うん、あの概要欄に貼っておくんで、うん、ぜひ見てみてください、はい、そしてハニーさんもですね、うん、あの飲み物時間という YouTube チャンネルをやってまして、はい、まあ、あの手作りでいろいろできるということ、この間ね、うん、あの面白いというか可愛いというものをね、ガズさんお気に入りで、そう、僕お気に入りで、あのこのガズレレのね、インスタにも登場してるんですけど、この何これ、ぬいぐるみ、そう、これ軍手のぬいぐるみ、そう、軍手のぬいぐるみだって、ほらこれ簡単にできるということでね、レッスン動画も公開されてるということなんでね、縫い物時間の動画もちょっと URL 貼っときますよ、概要欄に、ね、はい、こういうのもね、例えば音楽をやるようにね、こう、そうね、なんか自分でこう DIY で、うん、あの笑顔の自家発電ですか、両方ともね、はい、はい、あのいろんなことやってますので、うん、ぜひお願いします。そしてあのガズレレ10周年イベント2023年ね、はい、皆さんありがとう、10周年ですよ、ガズレレ生誕 ね、 で5月にイベント開催ってことなんですけど、東京、うん、大阪はソールドアウトで、名古屋があとちょっとありますと、はい、で昼間の時間帯はあの前半に小杖さんの、うん、あの個展展覧会というか、ね、はい、はい、とあと青山 G ラバーデザイナー青山さんのトークショーとか、うん、G ラバーウクレレの思想会、昼間は無料ですから、そう、はい、夜の部はガズのあの、ま、がっつりイベントがありますからね、うん、あ、まだあのちょっとまだ大丈夫ということで、そう、ね、ぜひよろしくお願いします、うん、あとはね、もう本が出るとかね、そう、あのこの子供と歌を、そうだよね、あのウクレレ、これも ね、 いいね、これおじいちゃんとおばあちゃんともね歌える曲いっぱい入ってる、童謡が多いからね、うん、はい、これ予約がスタートということで、うん、3月12日には渋谷のタワーレコードで誰でも参加できるインストアライブイベントありますんでね、これでも渋谷のタワーレコードで予約注文してくれた人はすごいいいことばっかりあるんで、ね、ぜひあの渋谷タワーレコードで予約してもらうと嬉しいなと思います、うん、電話予約できるということなんで遠方の方も可能ですので、うん、ぜひよろしくお願いします、うん、はい、そんな感じでね、まあもりもりや、ね、あちこちもうなんか2023年になってももうね、こそ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 いろんなこと ね、 ね、あのもう夢中でやってるんですよ ね、 ね、だからもういっぱいさ、まあ、お伝えしたいこともあるんですけど、はい、まあ皆さんのね、うん、あのマイペースというかね、やっぱり音楽がある生活、こういうね手作りの時間がある、もうポップなね時間が増えるのはやっぱ最高だと思いますよね、夢中になってる時っていうのはね結構やっぱり大事かなと思います、幸せでございます、はい、はい、そんな感じで今日久しぶりに夫婦のセッションやってみました、うん、はい、いい曲だったね、君といつまでも、僕たちの心の中にずっと歌ってくれている加山雄三さん、ありがとうございます、はい、はい、またお会いしましょう、ガズレレでした、バイバイ。